はい、激ロックをご覧の皆さん、どうもご無沙汰してます。ノーゴットです。というわけでですね、ノーゴットは、リリースとしては1年7ヶ月ぶり、ニューミニアルバム、まあ激ロック風に言うと EP ですね。はい、ニュー EP、進撃がリリースされました。イエーイ。ありがとうございます。まあね、激ロックっていうのはこう日本のね、ラウド雑誌というかラウドポータルサイトの中でやっぱね、でもナンバーワンの影響力ですよ。やっぱみんなね、こう若いキッズたちが激ロックを見て、こう新しい海外のメタルとか、こう若手のラウドとかをね、発掘したりしてるもんすよ。各有私もね、あの激ロック誌にはね、格付けでコラムなんちゅうものも書かせていただいておりまして、まあ言ってもほぼ激ロックみたいなもんなんですけども。何が？あの俺がね、あなたが、私がもうほぼ激ロック、激ロックまで来てる。あー、激ロックですけど、なんかスシロみたいなほぼ激ロックなんですけども、まあ今回そのこの進撃という作品がどういうものなのか、ちょっと簡単にキネさんご説明お願いします。あ、簡単にですか？簡単でいいですよ。簡単か、超簡単です。もう CD ですとかいいです。7曲入りでーす。ああ、終わり。バカ野郎っつって、まあ、どんな内容かですね。今回はですね、まあ楽曲自体はすごく力強くてパワフルなサウンドもありつつ、まあもちろんメロな曲もあるんですが、なんかその全体を包み込む、ちょっとしたその切なさとか、そういったものが、空気感みたいなものがすごい内包されていて、でなんか本当に曲パーツとしての曲というか、曲単位でのそのなんでしょうね、印象値と作品としての印象値っていうのがまたちょっと違うところにあったりとかして、すごく面白い作品になってるんじゃないかなと思っておりまして、本当その空気一つ、空間一つっていうものに、まあ、ちょっとそのこだわるところにまで手を伸ばせた作品ではないかと思っておりますので、ぜひ、ご一聴いただきたい作品となっております。はい、まあね、それをね、踏まえてね、透明版ツアーもあったりとか、5月には、あります。5月11日名古屋、はい、5月17日大阪、そして5月25日ファイナルの東京新宿ブレイズという、はい、もう新宿といえばね、はい、ああそうですね、激ロックプロデュースのロカホリックも新宿店が、はい、出ました。我々もそのリリースパーティーなんてものをね、させていただいたのか、いただくこれからいただくのか、まあ3月の末にやったんですけどもね、これまたね、歌舞伎町のねど真ん中にね、ロカホリック作っちゃいましたよ。激ロック、どこまでこの国をロックさせる気だよ。だからもうね、今回はまあノーゴット下北では飽き足らず、下北では飽き足らずですよ。ライブハウスも作って、飽き足らず DJ だけでは飽き足らず、ファッションでもそこそこ利益を上げ、たまんないぜ激ロック。ただね、こう激ロッカーがね、はい、求めるような無駄なモッシュピットとか、通じ手を踏むとかサークルをするとか、そういったものがね、こうできる曲がね一切入ってないんです。ただいい曲がずっと入ってる、熱くなるような本当のロックの楽しみ方をみんな知ってるのかい？僕は知らない。そうでしょ。だからね、このアルバムは多分ロックの、多分この激ロック系のバンドが好きな方にはまだ体感したことない新しいロックエンターテインメントなのかもしれません。うん、ただ別に白塗りをしろと言ったわけではございません。ただ一度ノーゴットのライブを見てもらえれば、普段皆さんがよく行くようなフェスで見るようなライブとまたちょっと違ったようなエンターテインメントが待ってるんじゃないかなって思っておりますので、ぜひね、生でノーゴットを体感していただけたら幸いでございます。まあそれからね、まず音源を聞いていただくもよし、必ず新しい発見がある、そんな最高のアルバムができましたので、ぜひ聴いてください。ってなわけで以上、ノーゴットでした。よろしくどうぞ。